1941年、ドイツ陸軍は新しい重戦車の開発を計画し、総統の命令により、1942年春までに試作車両を完成させることを目標としました。この新型重戦車の計画は、トラオ君計画と呼ばれ、ポルシェ社とヘンシェル社の2社が競争試作を行うことになりました。今回のミリチャンネルのゲストは、時代を先取りしすぎた戦車、ポルシェティーガーさんです。はい、よろしくお願いします。1941年5月26日に総統が開催した陸軍兵器局との会議で、彼は前線の突破を任務とする重戦車の開発を指示しました。その結果、私の名前を冠したポルシェ社とヘンシェル社に対して45トン級の重戦車、累計 45.01 の開発が命じられたのです。また総統の一声か。俺は偉いんだぞ。ああ、偉い偉い。ところで、ヘンシェル社とポルシェ社ではどんな違いがあったんですか？良い質問ですね。まず、ヘンシェル社は既存の36トン級重戦車、累計 36.01H を元に45トン級重戦車、累計 45.01H を開発しました。これが後に有名なトラオ君として正式採用されます。一方で、私たちポルシェ社は30トン級重戦車、累計 30.01P を元に45トン級重戦車、累計 45.01P を開発しました。こちらは社内呼称で101型と呼ばれていたものです。つまり、両社ともに異なるアプローチで重戦車の開発を進めていたということですね。ソ連侵攻作戦でソ連軍戦車にドイツ軍が苦戦していたため、総統は急いでこれらの戦車を実戦投入したいと考えたんですね。分かってるじゃねえか。なんで総統はポルシェ社に期待していたの？ポルシェ博士は俺のマブダチだからな。当時総統はポルシェ社の開発力を信頼していたようで、試作車が完成する前から100両の生産を命令していました。しかも総統はより強力なラインメタル社製の74口径 8.8cm 高射砲フラッグ41を搭載することまで要求したのです。しかし、技術的な問題があり、ポルシェ社は搭載は不可能だと報告しました。結局、最初の100両は56口径 8.8cm 戦車砲 KWK36 を搭載することになりました。最初から多くの課題があったんですね。まあ、一番の課題は、俺を見るな。その後、1942年4月20日、総統の誕生日に合わせて試作車がなんとか完成し、東プロイセンの総統本営でヘンシェル社の VK45.01H と共に走行デモンストレーションを行いました。このデモでは、ヘンシェル社の戦車の方が明らかに高性能でしたが、総統は依然としてポルシェ社の戦車に期待を寄せていました。でも、その後採用されなかったじゃん。それは、開発が進むにつれて動力機構やサスペンションに多くの問題が発生したからです。さらに、1942年7月にツォッセンの試験場で行われたテストでは結果が非常に悪かったため、最終的に正式採用は見送られることになりました。それでも、90両分の部品はすでに用意されていたとのことですが、これらはどうなったのでしょうか？用意されていた砲塔はヘンシェル社のトラオ君のものとして転用され、車体は後にフェルディナント重駆逐戦車として再利用されました。この戦車は最終的には大きな成功を収めましたが、最初は別の戦車として生まれる予定だったのです。私は従来のドイツ戦車と同じく
垂直走行を基本とした箱型のデザインを採用していました。特徴的なのは先頭室の袖部が天輪のすぐ上まで張り出していたことです。これは内部スペースを確保するための工夫でした。前面走行が 100mm、 側面と後面が 80mm と非常に厚い走行を備え、この厚さは当時の戦車としては非常に強力で、特に対戦車兵器に対して大きな防御力を発揮しました。車内のレイアウトについても一般的な設計を踏襲していたそうですが、どのような配置になっていたのでしょうか？車内は全部が操縦室、中央部が全周旋回式砲塔を備えた戦闘室、後部が機関室となっていました。操縦手は左側、無線手は右側に配置されており、操縦手の前には視察クラッテ、無線手の前には機関銃 MG34 が装備されていました。しかし両者の脱出用ハッチは計画されていたものの、最終的には溶接され使用されませんでした。砲塔は後にトラを組んで採用された馬蹄型の砲塔と同じものでした。ただし試作段階では砲塔上面が平らで中央部が突き出た形状になっていました。これは主砲の砲尾が俯瞰を取る際に干渉しないようにするためです。最大の特徴であるガスエレクトリック方式についてお話しいただけますか？簡単に説明すると、ガソリンエンジンで発電し、その電力でモーターを駆動するといういわば戦車のハイブリッドシステムですね。いいパワーなのだ。当時のピストンエンジンは一定の速度での運転は得意でしたが、停止と再始動を繰り返したり速度を変えたりするのが苦手でした。特に重い戦車ではその問題が顕著でしたから、博士は電気モーターの利点に注目したのです。つまり電気モーターなら回転数を自由に調整できるから、戦車の動きをよりスムーズに制御できるということですね。その通りです。戦車の操縦には左右の離体を個別に制御して方向転換を行う必要がありますが、従来の戦車は複雑なトランスミッションを使ってそれを行っていました。これが非常に大変で、操縦手がギアチェンジの度に苦労していたのです。これが電気モーターなら回転数を自由に調節できるので、トランスミッションを不要にし戦車の操縦をもっと簡単にできると考えたのです。ポルシェ博士はもともと電気自動車にも詳しいので、このアイデアは彼にとって自然な発想でした。なるほどね。それが残念ながら理論と実際の運用では違いが出てしまいました。ポルシェ博士が採用したエンジンは発電能力が不足していて、またモーターも魚雷用でトルクが足りず、戦車の駆動に必要なパワーを出し切れませんでした。さらには燃費も悪く、悪路ではサスペンションが耐えられずにまともに走行できないなど問題が山積みでした。ダメじゃん。私は量産が中止された後もいくつかの車両が第653重戦車駆逐大隊に指揮戦車として配備されました。この大隊は強力なエレファント10駆逐戦車を装備しており、それらを指揮する役割を担っていました。指揮戦車って普通の戦車とは違うの？指揮戦車は戦場での指揮官が乗り込み、部隊全体の指揮を取るための車両です。特に重戦車や重駆逐戦車部隊では通信設備や指揮統制のための装備が追加されることが多く、通常の戦車とは少し異なる役割を果たします。具体的に指揮戦車としてどのような改良が施されたのでしょうか？まず車体前面にはエレファント重駆逐戦車と同じように 100mm の増加走行板がボルトで固定され、防御力が強化されました。これにより前面走行の防御力がさらに向上しました。また砲塔は量産型トラオ君の改良型に換装されています。これは戦場での戦術運用においてより効果的な火力を提供するための措置です。走行が強化されて砲塔も改良されて、肝心のエンジンはどうだったの？試作段階ではポルシェ社製の空冷エンジンを使用していましたが、これが信頼性に問題を抱えていました。そのため実戦投入に際して
より信頼性の高いマイバス派製の水冷式ガソリンエンジン HL120TRM に換装されました。このエンジンは12気筒の V 型で出力は300馬力でした。これによりエンジンの冷却性能と耐久性が大幅に向上しました。実戦では信頼性が最も重要なのだ。その通りです。第653重戦車駆逐大隊では指揮戦車として大隊本部に所属する指揮官グループが登場し部隊全体の指揮を取りました。この戦車は通信機能や視察機能を強化することで前線の情報を集約し戦術的な指示を素早く伝達する役割を担っていました。指揮官の目と耳となり戦場での指揮統制に大きく貢献していたのですね。そうですね。ただし全てが順調だったわけではなく戦場の厳しい環境の中ではそれでも多くの問題に直面していました。改良を重ねたとはいえ完全に信頼性が確保されていたわけではなかったのです。今回のゲストはアイデアが先進すぎたハイブリッド戦車ポルシェティーガーさんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると